それで復元しそれで共有画面のあ行きましたね。えー、ではあの始めますね。このアスト市民大学のお、えー、日本初期から古時古代史を復元するという,う企画で。 えー、ちょうど「日本書紀」1,300周年にああ去年が当たってましてでそれで企画したわけですけどで今日はその、えー「大化の改新」の一種の変のクーデターの場面から中心にですね「えー、日本書紀」を読んで、えー、それをどの程度まあ 信頼できるか、まあ、そこから見えてくる古代史の、うん、生々しい姿っていうのを、えー、復元していこうということなんで、まあ、これはあの絵で復元しているわけですけど、えー、これでちょっとあのおかしいところ何か所かありますね。まあ、あの一つはあの、えー、古人大江の王子がここで立ち会ってたことになってます ここに書か,か,か,かれてないと困るんですけど書かれてないということでね、えー、それからあこの場面はあ3巻の貢ぎを進呈する場面なんでこ3巻の人たちがあこ,これが3巻の人なんかどうか分かりませんですちょっとね、えー だからその、この場面がはっきりしないんですね。もうねあのこ,れここを見たらちょっと「えー、中野大家と中富の亀谷たって書いてますからもうこの構えてるわけでね隠れてね。ということはもう三冠の使いも,もう登場してるはずやからこの庭に三冠の使いはいるはずですよね。 それがちょっとこの曖昧この図がねそれから全体にこう小さすぎますよねやっぱり。えー、もうちょっと大きい、まあ、そんな巨大な屋敷、えー、では宮殿ではなかったわけですけど、えー、これではあの三冠の使いにこの隠れてるのはみんな丸めですから隠れてることにならないしね。 削、えー、られて、えー、これは失敗するような気がしますね。だからこれはちょっとこの絵はもう一つやなと思いますけど、ね、そういう絵がないんですよねちゃんとした描けてる。で、えー、まあ文章に入っていきますけどこの6月12日が結構予定日なんですけど。 えー、この8日にですねあの山田丸に打ち合わせで中野江が三冠、うん、の三冠、えー、の棺が蜜木やね蜜木が奉る欄日に必ず、うん、今市をこの京都 の今しって言ったのは二人称で「えー、お前を」っていうわけですちょ,っとちょっと相手があー自分より下の場合に「今し」って言いますよね「今しを」を「君を」その「して」って言うけど下って言っても舅ですからねあの山田丸の娘御家姫を、えー、奥さんにしていて うんもうすでにあの、えー、太田の姫美子は生まれてるわけですからねですからあ宇野の姫美子もこの年に生まれるわけですが、えー、そういうことで舅、えー、ですわね舅やけども身分的にはま皇太子やからあし、えー、主君の立場と違ったらね山田昌は進化ですあくまで えー、そういうことで今しをしてその文を読み上げしめんというわけであ「君に読み上げてもらえるよよろしくね」っていうことでね何を読み上げるかというとその貢物の品々を書いた表ということですね。えほ、ー、んでマロはまあ,、まあ、あ分かりましたっていうわけでね。えー マロっていうのは石川マロのことですね。えーえー、スメロギは、えー、大極殿にいると言うんですけど、この大極殿の読みがあそのオ、えーアンドノとオーホーアムドノと書いてますね。フリガナはね、オーアンドノ。ただ問題はその。えー 北の中とか見ますとですねあの大国殿はまだなあと呼ばれるような建物はまだなかったということで、えー、だそんな巨大なあ宮殿ではないわけですねまあちょっとした <laughs> 屋敷ぐらいのところでところが天皇の宮であったということでね、えー、大国殿と。 書いてますけど、えー、やはりこう歴史書ですからあそのあ大和朝廷というのはねちゃんとした国家の朝廷やからその宮殿もねやっぱりちゃんとした宮殿やったって言いたいかも分かりませんね古くからちゃんとした宮殿やったと言いたいからまあ大安殿という言葉を入れたんでしょう。うん で,でもこの言葉が入ってるから「あその一子の変」っていうのは皆の嘘な話であると、まあ、決めつけることはちょっと無理があると思いますねそういうふうな解釈もありますけどね大国殿その時なかったのに何でーデターができるんやそうかね言いますけどねでまああの,巻のみ、えー、三冠の蜜着を披露する 儀式なんかでですね、切り込んで、えー、外交的にですねまずいですよね、えー。国内が分裂していることをまさらけ出すようなもので、まあ、侵略を誘うことになりかねないということがありますので、その外交の場であのそんなことを切り込みとかするはずがないという意見も解釈の人もいますね。だから嘘やとその。 えー、三冠の蜜木を披露する、うん、そういう儀式の場で外、えー、要するに外交官が見てるわけですからそんなまであるはずがないやんかということでまあ,あ否定する人もいますね、えー。しかしなかなかチャンスってないですからね。えー まさかここではやられへんと思ったところがスキやということでねやったかもわからないわけですねだから難しいですその判断はねやっぱり、えー、ほこれ本当のことかうそのフィクションかっていうことはねで「古人王へはべり」っていうのは古,古人王へっていうのもまあああ名天皇の巫子なわけです女名天皇はなくなってますよ 今、皇玉天皇の時代。で、除名天、森戸大江はあ、あの、あ蘇我氏のあ、その、馬子の娘から生まれてるわけです、ね。で、あの中野大江の王子は、皇、えー、玉天皇から、お母さんが玉天皇、お父さんが除名天皇で生まれてるということでね。 えー、で、古る人上と,えと、まあ、あその中野の上、ねえー、と美姑、まあ、としてはいるわけですけど、えー、古る人上がここでまあ控えていたと。で、中富の鎌子の村寺もここに来ていたと、まあ。中富の,あ中富の鎌子は来てたんですけど、隠れてるんですよ。でえー ソガのイルカの尾身、うん、っていうのはこれはあまあ恵比が大海なわけですよね。で恵比がまあこの時期はまあ病気やいうてあの家に閉じこもってたと、まあ、実はイルカが閉じこめてたんちゃうかという、ね、<laughs> そういう話もありますがあだからイルカが代わりに大海の仕事をしていた。だから、まあ、こういう。い 儀式外交の儀式にはあイルカが来ていたわけですね。でそのイルカを、まあ、打とうということで、えー、ただイルカは人となり疑い多くて疑い多くしてということはつまりその性格的に人となりとして、ねえー、常に警戒心が、うん、高かっていつもその昼夜立ち吐けることを知りて。 いつも刀持ってるわけですね。で切りかかられても刀で応戦できるということでねまあ強いかどうか分かりませんけど強い人なんかはすごいですよね。あの相手が死後濁っても、えー、大丈夫というような強い人もなまあ中にはいますからあ切りかかってもかわしてですね逆手するかもしれない。 わけですからその刀を結局んなんとかねあの外させなければいけないんですそこで技おぎに教えて、えーえー、このはばかりてで,ですね、えっとかしむというわけで抜かしむに、ね、要するにあの、えー、技をぎっていうのは 神々にその面,白い面白おかしい、まあ、踊りとか、まあ、祈りとかを捧げましてであの神々を慰めるような仕事ですわね。それであのそれが俳優のもとであるということになってますんで「畑荻」っていう。 <laughs> それがまあ要するに天皇というのは荒人神ですから神の見でそで刀を持ったら困るということですね <laughs>。それを和田脇がまあ半分その冗談めかしてっていうか面白い動作をしながらこの刀を預かりますっていう感じでうまいことこの笑わせながらですね、えー 刀を武装解除したわけですねイルカの尾身笑い手、えー、剣を抜くっていうわけでね。で、イリテ、自分の席に着いたわけですね。イ、えー、リテ、シキーにはべりって書いてあるこれ、ザッと書いて、シキーっこれなかなか覚えられないんですけど、イ、えー、リテ、シキーにはべりと。 蔵、えー、山田麻呂の海進みて蜜、えー、の唐人の海を、えー、読み上げるということでね、えー、要するに蜜ぎ、うん、物がどんなのがあるかその読み上げていくわけですねで中の大江はあその秀平がいますよね「エモ門フって書いてますけど。 まあ、これも読みがあの難しいんで、「けいのつかさ」ゆけいのつかさと呼んでますね。ゆけいのつかさをに戒めて、ひとときに共にね、えー、この十二の帝を、この十二っていうのはヨモというみたいの帝を、 差し,し固めるっていうのはあのあなんかこう木みたいなこう、差し込んであのあの開けないようにするやつですね差し固めて雪利、えー、き来できないようにしたということでねあの逃げられんようにしようということですね差し固めてかようはしめずと。 行方の, <laughs> ゆけいのつかさを集めまして行方のつかさは、まあ、守衛ですからあここでまあ暴力だた殺傷だたが起こったら止めにかかりますよね守衛やからね <laughs> だからあ止められないようにしようと思ってそのーえー、その集めましてねほんで今日はあの 三冠の使い方、沈没が、まあ、あったわけやからね、えー、何かもらえるということですね、この集英も。で、あの順番に並べてもね、えー、なんか出るみたいやからとかいうふうに感じで集めてね、えー、何かやったかもわかりませんね、えー、そういうあの、そういうことで、えー、この 配ったということですよね、えー、集めて物物授けんとすと、えー、九六とうなんかを授けるも授けんとす時に中野王へすなわち自ら長き矛を取りて、えー、殿の傍らに隠れたりとこのこの屋敷の傍らに隠れてる これね、かぶれてますけどこうかぶる。ちょっとこれここが白くなっておかしいですよ。こうやね。まあそういうことでね、その槍を持ってる槍っていうか持ってる方なんですよね。これですかね。他の人は弓持ったりしてこう周りを固めてるっていう。 これやりとかいって、ほこと言ってますよね。<laughs> ええー、ほこ、とりで。そのの傍らに隠れたりと。中臣の科目。おむらじら、意味を持して。ええー、い、いーええー、これ、あの。い、守ると、い、守る。このため。助ける、守る。それで、い、守ると、こう。 まあ回り固めたという意味でしょうね言い守るなんていう言い方が。であの海の犬飼の村地の勝丸をして、えー、箱の中の二つのたち、えー、を佐伯の村地マロと葛城のお若い犬飼の村地阿弥陀とに授けしめて言い訳というわけ,いいわけでこの実際の実行役はこの。 マロとアミタですよね最近のマロとアミタあのこの屋敷に入る時は刀を結局皆預けなあかんようになってるわけですだから箱に入れて、えー、犬飼いの勝マロが刀を箱にしまい込んで持ってきてでここで配ったということで,で夢夢あからさまに蹴るべしという。 言葉を言ったわけですね。夢、夢,夢、何々すべからずっていう、だいたい否定と一緒に夢、夢使って、決してという、夢、夢、何々すべからず、決して何々してあかんよという場合によく使いますけど、この場合は、あ心してという意味なこあの。あれがないから、否定がないから、心してやれよということですね。であからさまにって、休日とかであからさまにって呼んでますけど、あからさまにっていうのは、 そのえー、頃合いを見てっていうかあそういうことですよねあからさまにと、えー、いうのは、えっと、ううあからさまに切るというふをついてということですねあからさま <laughs> ちょっと分かりにくいですけどあからさまふいをついて切りなさいとそのふいを伺わなければいけないんですよこれが難しいね相手の不意をつかないと成功しないから 冬を作っていうので、今が冬かどうかよくわからないですね。こういうあのテロをやるときに切り込むとき、時にやっぱり慣れてる人は容量分かってますから、今行ったら成功する、と今行ったらあかんとか分かりますからね。えー、あれですけど、まあ、慣れてる人はいないわけね。テロとかそんなに起こるもんではないですから、あー慣れてないわけなんです。だからもうどうしたらいいか、いつ行っていいかわかんガタガタなんですよね。 えー、固まってしまっているということです。で、あの、えー、そういうことですね。で、この固まってしまっているということが書かれているんですよね。コマロラ水を飲みてというわけでね。えー、水を飲んであの、食べたもの、ご飯をですね、おにぎりかなんかをこう腹に流し込んだということです。 ねえー、水を持って、えー、これあの読みが「イーヒスと」イーヒスと読むみ,みたいですね「送る飯食く」とか言って「イーヒス」「イーヒク」イ「イースク」「イースクと」と <laughs> か読まんへんで、ね、これ「イースク」とか恐れてこれその「はい」 その飲んだんだけど水で飲んだんだけど緊張してるからやっぱり胃腸が受け付けないから吐いてしまったと食べたご飯をね吐いてしまったとそれもその読みがねあの適当によると「たまう」と呼んでるんですね恐れて吐くぐらいでええような感じですけどねたまうというふうに 外に上げるいうことですかね、玉を。ちょっと分かりませんけどね、恐れて弾を。要するに、吐いたということですねで。それほど緊張してたことを言ってるわけです。非常にこう生々しい描写ですよね。だから、その、リアルに書こうとしていることがよく分かりますね。だから、これはあの、あまりにもリアルするとね、かえって疑われるんですよ。やっぱり疑ってる人、がいてるみたいでね。 あまりにもリアルすぎるやないかとその腹は減っては戦ができぬということで、えー、このうち入りの前にはねそのちょっとでも食べとけって言われて食べるんだけど入らないだから水で飲んだら緊張してるから全部入っちゃったっていうそこまでねあの細かく描写するということはリアル風に見せかけようとしている。 だから本当、こういう襲撃とかなかったというふうにね、あの解釈する人もいるんですよね。だからうそやからそんだけ生々しい描写になるんだと。ほんまやったらね、あの、このビビって緊張しすぎて、メ、え、シ、ー、も喉を通らなかった吐いてしまったなんていうことをね、そんなん恥ずかしいから、そのこと書かんといてって思いますよね。だから あの堂々とね、えー、切り込んだみたいに書いてほしいわけですよ。です、えー、やっぱちゅ、えー、ま,まだこの、えー、時代やったらその息子とか孫が生きてますから、えー、著者もですね遠慮して、えー、堂々と切り込んだみたいにね、えー、書きますやんかあの。だからかえってその本当にあったことやったらあ就職飾るわけですね。えー 飾ってきれいに描くとだからこれは本当はなかったから本当にあったように見せかけるためにえこの生々しくもうその緊張してえー吐いてしまったみたいなことまで書くとほんならあこれは本当にあったあこんだけね生々しい描写があるんだからと思われるでしょう信用されるいうこ,とですだからこれを作り話っていうか 創作のだから創作やって決めてくる人はねそれはやっぱりあの本当にあって生々しいそういうことがあったからすごく印象に残って、えー、語り草になってて有名な話やから書いたとまあそういうことも十分考えられますからね。 あのそんな嘘,嘘と決めつけるうのもおかしいですよねやっぱり、えー、そういうことで中富の「鎌子村む攻めて励ましむ」と「蔵山魂御身、えー、文をよめぐることをまさに月なんとすれどももうね、えー、あまりも後ないともう今切り込えへんけどどうすんのや」と思ったら汗が出てくる。 冷、ね、や汗、コマロラの腐ることを恐れて、えー、いずるう汗、身をあまねくして、もう体中びっしょり濡れてしまったという、ね、声乱れ、平和な、こう、読み,上げる <laughs> 読み上げる声がですね、こう、あーみたいになってきて、もう結構聞けてしまったんですね、山田,山田の石川のね。 それであの蔵造りがそこで見ててね、怪しみて説いているから、何故かあ震え古いおののく、いや何でやと、なんで震えておの,おののいてるんや。と。山田原がね、答えてううんそのスメロギに、えー、近づけるにかしこみに、えー、愚かにして汗、えー、いずると。 い,いわけでまあ帝のすぐそばでね読み上げてるからね恐れ多くて汗が出てきたっていう帝のすぐそばやからねということを、まあ、言ってるわけなんですねえー、まあ帝のそばで読み上げるってそ緊張しますわねえー、そういうことでまあイルカなんかも帝のちょ 情愛、えー、が熱いっていうか非常にこの帝に可愛がられてるんで、えー、帝の前で緊張感はないでしょうけどもまあ普通の家臣はやっぱり進化はあー帝の前いたらもう緊張するは緊張して当然とい, <laughs> ということなんですけど、まあ、そういうことで、えー、でもちょっと不自然やからね 怪しいなと何、えー、何やと思ったわけですね。でもまさかねここでやられると思ってないていととうことです。なぜかというと、まあ、さっき言いましたけど外交の場でしょ外国にこの恥を見せると恥というか内部分裂、ねえー、それはもう侵略される恐れがあるわけやからそんなこんな場でまさかねやらんやろうと。 思っているわけですねしかも味方の前ででしょう。まあそれがまれたら油断やね。油断ですわ。だから逆にそこを狙ったというそれがまあ鎌谷の戦略でしょうね。鎌谷が考えた戦略。絶対ここではやられへんというようなところでや,やれへんかったらなかなか成功しないよと。 いううことでしょうこれであの <laughs>、えー、中野上コマローラのイルカの勢いにおそりて、えー、巡られて進まめぐ巡られてとていうのは結局何 <laughs> あの躊躇してとていうことでしょうねあ、ま。体も震えてるからね。えーもううん てよ <laughs> ない行かなあかんとは分かってるんですけど行かれないんですよね固まるでその時にあの中野大栄がまあこれは大変やねもしもよう行けへんかったらもう計略見破られてしまうやからねだから「いやーとこう叫び、えー、まして切りかかっていったと中野大栄が切りかかっていったんですでその時にその前矛持ってたわけやけどまあ矛はなんか 刀をて取り上げてですね自分から切りかかっていったと。で剣を持ってイルカが肩腰を破り、えー、損なうということでね傷、えー、を負わしたわけですね。でイルカ驚けて立つとびっくりして、えー、そうしたら あ小丸ははいしといたら、まあ、反撃される恐れがあるから足を手を巡らし剣を吹きて、えー、その一つの足を破りつつと足を傷つけたわけですねで。イルカはこけますですよね当然ね。それで、あのーえー、天皇のそばにですね、えー、にじり寄っていくわけなんですねイルカは。もうそのえー 身もこの「みざ」って書いて「みもと」と読んでますね。「みもとに転びつきて」えー「のみて」「もう作」と。この叩く頭。で高騰してと読むみたいですけど、えー、この頭を地面にこう <laughs> つけてあの。えー あのひれ伏して頭を地面にすつけて話しするのもありますね。ひれ伏すかっこですねまさに棺の位これまさに棺の位に増しますべきは天の子なりと。 いうわけでまあ天皇の御座に座っているのは天の子であるということでね、えー、だからあ審判する、まあ、権利があるということですね。で薬骨身を知らずご諦めたまえ天皇にまあ再化してほしいということですねこのことが。あ不当な、まあその 殺処事件なのか、それとも正当なあそのあ罪を断大して切,った切るその正当な処分なのかはっきりさせてくれと天皇に言うわけね。天皇は私の罪を知ってるのかということでなら天皇は大きに驚いて中直江に巫女の利子を よわかうせんところ知らずということでね、えー、そのどうしてそういうことをそういうテロ行為をするのかわからんということですね何事か何かあったんかということを、えー、聞いたわけですね中野大江に聞いたわけです。中野大江は地に伏して申してそうして魔を咲くというわけでね であのー、蔵造りというのはイルカのことです。イルカの別名ですねで。イルカっていうのは本当の名前やったかどうかもずっと議論になってますね。馬子エミシ、イルカっていうのはあなんかこういかにも動物とか野蛮人のあ,あれやから名前やからその悪者 うーの名前にしている悪者的な名前にしているというふうにまあ言う人もいますけどもいや獣の名前とかその野蛮人の名前つけることで勇ましい勇壮なことを出しているんやとか言 <laughs> う人もおるしうんそれはまあどう判断していいか難しいですけど。 えーまあ、イルカっていうのがほんまの名前やったかどうかは怪しいことは怪しいでしょうね。でも、まあ、蔵造りとは言われてたみたいですね。蔵造りの鳥というのもいますからね。えー、だから蔵造りの家に、あのまあ、蘇我氏の中の蔵造りの家に預けられて育てられたので蔵造りと言われたのかもしれませんね。えー 天守を尽くし滅ぼしてとて書いてあるんです天守天守をこ君たちと呼んでるんですねこれは天っていうのは天孫族の天ですつまり、えー、天皇家っていうわけで天というのがその和人の本当の名前なんですね本当の、えー、和,和,和族じゃなくて天孫族天宗族 天族なんですよ。天とか天ですね。雨、雨と呼ばれる。だから雨族と言った方がいい。天っていうよりも雨と言った方がいい。であのー、それの結局王家の、まあ、子孫を天衆、天衆になりますから、えー。だから天孫族の王家の巫女たちのことを天衆。 転送とか、転送とか言って、えー、この君たちと呼んでるわけですね、えー。巫女たちのことである。それを皆殺してですね、耐、えー、えそうとしている。棺の位を傾けんとして要するそれに、耐えしてその、取って代わろうとしているということですね。兄雨 えー、天尊徳の、まあまあ、子孫ですね、えー、を全部滅ぼして蔵造りに帰んやとそのまさせるわけにいかんということですねと申、まあ、すとそがの帯いるかまたの名は蔵造りす、えー、めの御子とすなわち立ちて殿の中に入りたもう ここそがのガーのままいるかっていうところはここ,このところはまあいたらみたいなもんですね。えー、蔵造りっていうのが出てきたからこれを中してるわけ。でその話を言われたもんやからもうとっさにですねもうわけわからんから天皇は怒ってもう引っ込んだということですね。だからもうそこまでやってしまったんやから私はもう知らんと。 だからこれを引っ込んだということはもう私は天皇なんかやめやということを言っているようなもんですね。もしもやめへんねやったらこのところで、えー消しあのえー、イルカを殺したことはとんでもない、まあ、大臣の代わりに実権握って政治やってるわけですからそれを殺すということは重大ですから当然その捕まえよね処罰して。 自分の息子やけども殺してしまうというか、まあ、それかもう、うん、その行為をもう認めてしまう認めてしまって、えー、ようやったらと褒め,褒めたり、えー、あるいはあそんなものできないでしょうずっと寵愛してきてるわけやから、えー、イルカのことをね急に <laughs> 切られたからって「ああそ,そうそうやこいつは悪者、ね、やった」とか今更言えないからね えー、自分はあ情愛していたわけですからだからもう,もう口もうどうしようもないわけで引っ込んでしまったということはもうやめるということですね、えー、そういうこと、ね、であのそれはまあ一つの解釈で逆の解釈ももちろんあるんでそれまた後で言いますけどね。最近の村地小丸 若犬飼いの阿弥陀、イルカの芯をきると、まあ、まだイルカ、まあ、死んでない、けがしてるけどね、ので結局、まあ、とどめを刺してしまったと。で、えー、この日に、だから、あのー、最初は中野大江が矛でとどめを刺すつもりやったわけですけど、それできなかったんで、とどめを刺したのはこの二人ですね。 で雨降りまして、えー、結局その死体はあの庭に置いてかれたわけですよね。ここのここに庭がありますから。で雨降ったからここにちょっとこの水たまりができててしし死体がその濡れたわけなんですね。でそういうわけにいかんのであのえー、この むしろをですね持ってきてですねそれをかぶせた後とむしろ瞳を持って蔵造りが鹿ねを覆うということですねええー、いうことですこのイサラ水っていうらし水たまりのことがね水たまりができたイサラ水の大葉に岩めりとその庭にイサラ水水たまりができたんで濡れてしまったから むしろ覆ったということですね。で、それを見てて古人 oa はまあびっくりしまして。まあ、逃げたわけですね。で、あの私の宮に走り入れて、古人の oa というのは、あお母さんが曽我の馬子の娘ですから。あー当然その。え、蘇我の邸宅に。 あの帰ったと思うんですけどそこで「あのえー、私の宮」って書いてますからあ、まあ、ひょっとしたらその,あのこの、えー、板拭きの宮があってその中に、まあ、古人のあー宮のための小さな建物があったかもしれないしでやっぱり曽我の家に帰って、えー、そ,こそこの自分の えー、建物のところに宮に帰ったかも分かりませんどっちか分かりませんけどね、えー、なんせその「うん、から人蔵造りの御身を殺しつ」と言ったんですでこの言葉がすごく引っかかっているわけですねであの当然その「日本書紀」の変じゃもうその言葉に引っかかりますね空人が殺したわけじゃないわけでしょ 中野へとその手下が殺したわけやから、ああ、唐人じゃないはずやね,ねだから、その中を入れてるわけでね。で、唐の,の祭りごとによりて中せられるを言うと、まあ、その意味はそういう意味やと、唐人を殺したということじゃないんだと。えー、その三冠の質疑の進呈する儀式の場面で殺されたと。 まあ、そういうことですね。えーえー、だからあそれで殺されたから、えー、と言ってんねんけどそれちょっと説明としておかしいですよね。いくらその三冠の儀式の場で殺されても彼氏人に殺されたことにはならないんですよね。だから彼れ人に殺されたというのはおかしいということが言えますから。 だからこれはあのしかしこの一言が、まあ、非常にこの歴史学会では重要な一言になってしまって、えー、中野上とか中富の鎌足りが犯人ですからあ彼らが唐人やということを古人上は知っていて。 それを言ったんだというふうにこう考えましてそうしたらあ「実は」ということになってね、えー、中富の鎌足は百済の,の王子宝生であるとかねまあそういう行基であるとか鎌足がじゃなくて中野大江の王子がそうなんだという、まあ、意見も出てくるんですね。 えー、それは大変なあの、えー、飛躍があると思いますけども、えー、そうしたら島に,要するに日本の王な中直りなんかの王家と百済の王室が、まあ、一緒やということになっていて百済の王室がやってきて であのまあ、極端な話、そのうん、蘇我氏の王朝やったんですよ、日本はね、蘇我王朝説っていうのがある。で、あのその外交に絡んでもめが出てて、それで、び人が密月を信条する格好をしてやってきて、で、あのえー、大和の。 その王であるイルカを殺したというふうなまあ解釈ですねそういうふうなものにもなっていくとだからもう侵略で王朝を倒されたみたいなねえ解釈も非常にこの一言でそこまでえ解釈するとすごい飛躍と思いますけれどもそういう解釈をする人も出てくるわけです。 だからそういう解釈しないでおこうと思ったらどういう解釈になるかということですね。それで考えますとあの、えーえー、そのことこ,ここですね。から人蔵作りのおを殺すと言ったのです。 唐人とされるのは義父王の王子の芳生か義父王の弟の王子とされる行基ということになってまあそれでいくとその天地が行基でえー、行基だとしますね唐人が天地だとしたその父親は武王やという。 でこれがまあ議事王の弟やということになってて、皇徳がね、えー、議事王やと、えー、いうことですね。ねあのその上が結局、えー、この武王のお父さんは、まあ、法王と呼ばれたわけやけど、これが聖徳太子だったとで。これってくだらの王室なんですよ、要するにね。 ほんでこっちが結局あの大和の王室ということですね馬子馬子蝦夷寿ルカがねほんであの除名天皇は武王であってそれの奥さんが布袋のイラつめって馬子の子でねだから王子はね馬子は王やったわけだからあのそういうそこは王朝節でいけば。 ほんで、法廷の入れつめが、と、の子が、ふる人と大江である、ということでね。えー、そういうふうなことになるんですよ。だから、あの、ほての入れつめっていうのは、蘇我、大和の王朝から結局、この、 だから古い人は相の,の子みたいな感じなるかなそういうふうな解釈をしてで百済の王家が曽我王朝がですね百済を救援する救済するのをためらっているんで、えー、切り込んだというかねそういうふうな解釈ですよね。うん えー、まあそんなちょっと飛躍と思いますけどねそういう飛躍した解釈に、えー、ならんとこうと思ったらどうしたらいいかと <laughs> いうことでねで私はその佐伯の村地小窓と葛城、えー、の若犬飼の村地網は三冠が貢を信条する儀式に紛れるために要するにあのー 自分はその和人じゃなくて唐人だと思わせるわけですね三冠の儀式に紛れることに紛れるためにはどうしたらいいかというと唐人の衣装を着るということですねだからその要するにテロリストがあの資格がですね唐人の衣装を着てたで切り,切りかかっていったもんやからあの古い東絵は まあ、冷静におったらあ誰が切りかけたか分かったでしょうけどもうとっさのことやから誰か分からへんで辛い人の衣装だけ見てて、えー、その辛い人が殺したという中野親も辛い人の衣装着てたかも分からないですよねなんせその突然のことやったからうん辛い人が殺したと。 いう風な印象を受けて、まあ逃げてますか、ちゃんと見てないですよね。逃げなかった。要するに兄弟みたいなもんなんですよ。古す人と、うん、イルカはね。だからイルカが殺されるということは次はもう自分も一緒に殺されるかもわからないと思ってますから、すぐその場から逃げたはずですよ、ね。そう考えるともうまともに顔とか見てないと、まあそういう,ふうに解釈したら、ああその。 辛い人が殺ししたってて誤解してもですねおかしくないんじゃないかと、まあ、そういう解釈をまあ僕は今してるんですけど、えー、その解釈も無理があるかも分かりませんね。だからなかなかここは難しいところですわ。ね。えー、そういうことでね。 それであの、そのイルカが殺されたんで、まあ、どうするかということで、これは大変な問題ですね。蘇我氏が、蘇我の本尊家が今まで圧倒的に強かったわけですからね。えー、だから、あイルカが殺されたからといってですね、まあ、本尊家はあるわけやから、よーしょん、じゃ反撃でせん、内戦やということになったときに、えー、今までその曽我氏、 についてた人たちはあまあ朝廷側とですね、えー、全面対決ということになるかということでねでその時に一番先にその、えー、蘇我氏を裏切ったのが古生の徳田古生の徳田っていうのはあの山城大江の王子を討つために最初に派遣されて。 イカルがのミヤ、えー、を襲ったわけですね。それであの山城はあの骨を置いて火をつけて逃げるんですね。もなら骨だけ残ってたんであ山城はもう死んだ。その骨は馬の骨やったという話なんですけど、えー、それであの個性はだから忠実なまあ、イルカの でしたというかあみたいやったんですが小瀬の徳タがですねいるか殺されたからあもうこれはちょっとね、えー、自分はもう急がしておいしつと取ったらどんな悪い悪い役になるかわからへんと。だってあのあれでしょあの山城はあの えー、本当やったら関東に逃げてねで内戦に持ち込んだら自分が勝てるかもしれんと思っていたけども戦をしないで、えー、集団自害するわけですね。だからあこれをちょっとイルカのもとでおったんではねあのすごい悪者になってしまうということですね。 これは山城が応戦してて内戦になってそしたらもうこれや要するに皇位継承争いうによる戦争ですから勝ったものが正義みたいな顔ができるわけですね。でも相手がそうじゃなくて集団自殺してしまったら、うん、攻めた方が別に相手は戦う気はなかったのに攻め,た攻めて、うん、自殺に追い込んだわけやからそれはどっちが悪いか。 そうするとやっぱ個性のドクターはそのショックを受けてて、えー、イルカと一緒にはできないと思ってたそのイルカは殺されたわけやからほ、まあね、あのあ中野へのに従おうということになってよ降伏してほん、まあね、すぐ蘇が,がう討伐に参加するわけですね。 そんで、あの蘇我氏のところに乗り込みまして、維新たちにこの言うわけですね。えー、天,天地開闢の初めから君臣の区別があると。だから、あー蘇我氏は進下でありながらあ、天皇をないがしろにして、無視して、えー、先制政治をしてきたんやないかと。まあ、その罰で えー、殺されたんだからこれはもう仕方がないんだということでね、えー、それは君臣というものの区別は天地開拓からあるんだから進化がそのあ君主を要するに大頭にしてきたというのは事実やろということですねだからあそれで撃たれたんだったらそれはもう仕方がないじゃないですかということで。 戦っても無意味やとということですね、えー。義がこちらにはないんだからということを言いたいわけですね。それであのあ私はまあ結局帝の側につくつ中野への皇太子の側につくっていうことを言ったわけなんですよね。それでみんな動揺してしまったわけですね。えー、蘇我氏の進化やった人た人ちも。 諦めてて帰っていったとほんでもうエミシはもうこれではやられると思ってで館に火をつけて大事なもの天皇旗国旗などを焼いたということですねで天皇旗国旗っていうのは聖徳太子と一緒にうまく編纂したものですでそれを燃やしてしまおうとしたわけですねでも国旗はちょっとまだ 部分的に残っていたか全面的に残っはたか分かりませんけど残っていたのがあったんで、えー、船の不人江坂という人がですねあのあ国旗を取り出して中之江に建てつったということですね。でこの「不人」って書いてますから船の不人船師の不人なんですね。えー、不秘というのは 資料を編纂したり調査したりする人たちやからだからこの天皇旗国旗の編纂にその府主の府とは、まあ、代々関わってきたはずですねだからあの中身知ってるわけですね大事なもんやということであの取り出してね、えー、やったとでまあ天皇旗は全部燃えてしまったわけなんです だからこれを理由にねこの記事を理由にね「あの古事記日本書紀」というのはもうその元の資料は燃えてしまっているからあ世紀の終わりや8世紀に、まあ、作ったお話虚構のフィクションをまとめてるんだという解釈をする人がこういうふうに燃えてるやんというわけねでもまあ国旗は残ってるわけですねどんだけ残ってるか分かりませんけどね それに燃えたとしても、編纂に関わってた人たちは、呼んでるわけですからね。あらかた分かってますよね、知ってる中身はね。だからあの、燃えても復元できるということやと思いますけど、えー、あの、日本史の研究者の中には、もう燃えてるから、 うん、今書かれているやつはそれ以後の創作であるというふうに言、ねえー、う人もいますね。えー、そういうことで,あで、あのー、その翌日に。 上位があったわけです上位、えー、14日にあだからもうクーデターが起こったその時でもあまりにもショックやからあー帝は北極天皇はですね私は天皇を降りるということでで当然そのクーデターを起こした皇太子ですからあー皇太子に皇太子って言いまして。 当然次は交代しということ。ただ問題は若いということですね、19歳である。それにそのクーデターを起こした張本人ですから、汚れている、血で汚れているわけですね。んであのもしも中野上が継いだら、クーデターで政権を取ったことになりますよね。 力づくで取ったこれはやっぱり認められないというか好ましいことではないわけですね。天皇はあくまで徳で治めるべきものだからね。暴力振るってクーデターで政権を握って、で天皇になったというのは天皇としてふさわしくないわけだから。だから。 天皇位を奪い取ろうとして食うてたおこしみたいに思われたらえらい誤解誤解半分誤解 <laughs> ですよねだからあそれはやっぱり、ねえー、断るとそれにまあお兄ちゃんがいるわけですねなあ古人大江の王子がいるだから世間は古人大江の王子の方がまあ年上やし天皇いいんじゃないかと 思ってるかもしれない。ただ実際は後ろ盾の曽我氏が滅んでるわけやから、まあ、無理なんですね古い人をつくの、えー、うのは。後ろ盾もなくてあ、えー、ったらりのむしろみたいなもんですよね天皇になったら。だからすし天皇みたいに馬子に殺されましたけどもね、えー、トラブったら殺されてしまうかもしれないわけですから。 あだから古人はもう告げないわけなんですけどで中野は、えー、やれと言われたもんだから帝にどんなもんかと思ってねで鎌足りに相談するんです。ほんなら鎌足りはふ古人大江の王子は,王子は殿下の兄君やとで彼の巫女は殿下の叔父君であると。 都と書いておじとてで,す、ね、で今し古い人王江の大江の巫はああの、えー、荒れますわけですねおられるわけです。そやのになったらちょっとねえー、赤の支配かということで叱、ね、る殿下あその甘津 らいに登ればです,、ねえー、すなわち人の弟として、えー、<laughs> 慎み従うの心に戦わんということでね、えー、だからクーデターは、まあえー、暴力で政権奪取して自分が天皇になりたいからやったと。 そうじゃないわけですよあの蘇我氏があ進化の身分でありながら天皇を無視して、えー、政治を宣断していたからやったわけですからね、えー、だから自分が天皇になりたいためにやったわけではないわけだ、えー、そういうつもりやからね誤解されたら嫌やろうということでで,あのでもよう考えたら古い人にならしたらこれはちょっと古い人 にも気の毒やし、えー、全然意見がまあ合わないわけやからトラブルわけですからまた、ねえー、問題が起こるわけですからふる人にさ、まあ、せない方がいいということでおじさんにやっぱりやってもらうのが一番いいんちゃうかということですね。えー、でおじさんを推薦しましょうということですね。 でここに中野を深くその計り事をし貯まいて、うん、まあいいなとその考えがいいなということですね納得したとうんそうしてひそかにいいしたとえ惣、ー、したわけですね天皇にやっぱりあの古,古人よりも っていうか、えー、おじさんに「彼の巫女にやってもらうのが一番いいと思います」みたいに言ったわけですね。そうしたら <laughs> まあそお前そういう意味やたらお太子がそういう意味だからね「皇太子に皇太子」って言ったんやけど皇太せんへんと「おじさんにやってもらってください」って言うわけで「じゃあおじさんの彼の巫女に言いましょうか」というわけで、えー、授けようとしたわけですね。 ほならまあ,あの彼のが「あ邪魔ってました」ってそう,うそういうふうに言ったらもうダメですよね。要するに自情の心って譲る心がなかったら霊がないって言われるんですね。まあ儒教では自情の心を広げていったら霊の徳が備わる君主の徳が備わるから。えーあ あんた、ね、天津御蔵を継ぎなさいと言われても「はい」って言って言ったらダメだったら「いやとんでもない」と「私はとてもそんな才覚はありませんと」とそれもこの人それあの人っていうね、えー、人のいいところへ行ってであの他人を推薦するんですねでもそまた推薦された人はあいやいやいやって言いますよね れでで自分を推薦してくれたりすするわけですねで。結局何で決まるかって言ったらやっぱりその臣下たちの性暴というものがあったり、えー、それから年の順でですね、えー、あんまり若,若いと怖いんですよ若いとそのブレツ天皇というのがいてね、えー、たくさん殺したからね若く,若くしてて、ね、ええー だから、その、若いのは怖いっていう意識がまああるみたいでね、大体35歳が適齢だとされているわけです。だから、中野絵はちょっとね、なあ、あの、カルロミコにしたらね、もうカルロミコ39ぐらいやったと思うその時ね。えー、あの、 <laughs> だからふる人応援もまだ二十二三ぐらいですよね中野応援19ですからだからふる、うん、人も若いです,ですけど、えー、まあ相対的なもんね中野応に比べれば年上あ、まあ、増しちゃうかということでだから二つの理由を挙げるわけです彼の御子。 女命天皇の息子であると古人はねそれから中野へ元年上やとだから古人がいいんちゃいますかと,ということでね十分資格あるんちゃうかでそれはあの、うん、資格あるとは思ってないわねというのはもう後ろ盾を失ってるわけやから古人はねだからとても天皇やっても安定してできるはずがないわけ。 そんなん皆知ってるから絶対断るっていうのは分かったわけですね。でもまあ一応ね、言うとかないと自分から奪いに行ったみたいにね、思われるのは分からんわけです。それで結局、ふる人に来たけど、ふる人はもちろんその断ります。であの、えー、私は出家して吉野に入り、 仏道,えー、仏道を務め治めて天皇を助け祀らんことをということでね、えー、要するに出家でもしない限りですねこのようにその、まあ、名誉や地位にその欲があると思われたら天皇位を狙ってると思われるんで殺される恐れがあるわけからだから,、ねだからえー、出家するという。 早速このひげ、えー、を剃ってであの <laughs> 今朝起きて、えー、出家してしまうんですねその場でね。でカルの巫女はあそうやって、まあ、断りきれなくなってしまってで結局天津水着にね、えー、登って。 えー、その継いだと天皇になってしまったとな,なされてしまったということですけど、まあこれはあの要するに天皇が決まる時はみんなあの一旦譲るんですねで譲り合いっていうのがあってそれは一応美談っていうことになるわけなんですけど、えー、その、まあ、一種ですか、まあ、本音というよりも 一つの皇位継承の前からしきたりでウィズジー IT のあるんやということですね。で,ですからあのこの場合はですねあのクーデーターの前からですねカルロミコはあ行為を継ぐつもりでいたのかどうかつまりカルロミコがクーデーターに ま関係していたか、まあ、関係していなくてもあ了解を与えていたかどうかですね、えー、で心づもりとして自分が腕で、えー、怒ったら次は自分が天皇になるというようなつもりがあったかどうかということですね、えー、どこまで知らされていたかが分かりませんね分、ね、からないからあれやけどもえー <laughs> 彼の向こうはああある程度知ってた可能性は十分ありますよね。うん、それであのー、で光玉天皇がねその絡んでいたのかどうか分かっていたのかどうかということがまあ大きな謎になりますよね。だから日本書紀だけ読んでるともちろんその えー、イルカを可愛がっていた調愛していたわけだから、うん、全然そんなの知らされてないということでね、えー、急に殺されたんで目の前でびっくりして投げ出したというふうにまあ読むのが普通ですよねでもまあいろんな材料をかこう見ていくとですね どううもも怪しいいとととこころもあるということでね公玉天皇もそのもともと知ってたんじゃないかと。これが公、まあ、徳天皇になるカルノ巫女ですね。で問題は公玉天皇のこの宝の姫巫女ですね。これがクーデーターの黒幕であったかどうかということが話題になってますね。今そういうい ひょっとしたらこの白っていう説がだんだん有力になってきてるみたいなところがありますけど、えー、つまり幸玉天皇がイルカを重用していたわけですがそれは表面的で、えー、それは蘇我氏に警戒されないようにするためで裏で蘇我氏打倒計画を中富の鎌子を使って行っていたのではないか。 という説もあるとえー、まあそういうふうに疑いますとですねよあのうんわ分かってくるということですね。まずその山城大江の王子をですね暴力的にまあ排除しようとしてえ性、ー、の特大にわせて結局集団自害事件を。 起こされてしまってそれがイルカ怒りつを招いたわけですね。でこれをあのやはりねあのえー、あのええええ玉天皇が実は仕組んでいたつまりこの江玉天皇にしてもカルロ子にしても 山が邪魔なわけですねだからあー山城をですねあの、えー、イルカに撃たして、えー、結局蘇我内部の分裂事件分裂になりますよねだから蘇我氏を分裂させて力を弱めるとそのためには山城を、まあ、イルカに撃たせるように仕組んだんじゃないかということですね。 でそうなった蘇我市内部でもちろん亀裂が起こりますね。で山田石川麿の方は今イルカと対決してくるということでねそうしたら接近しやすいわけですよね。であの <laughs> 中之江は隕石関係を持つつまり、えー、石川麿の娘。 姫と結婚して、えー、子供を作るということでで仲間に引き込んでイルカを殺す計画を進めたということですね。その前に結局、えー、その釜たと中野上だけでやってたのかその 皇玉天皇の実は意向でもあるということに合わせて仲間に引き込んでいくかということですね。もうこれで大きな違いが出てきますからね。やはり帝がその裏、えー、本音では帝も自分たちを応援してるんだということが分かれば。あの いる方戦う気になりますわね。だからこれ成功したのはやっぱり黒幕にその江、えー、玉天皇がいたからであるというふうに考えたらねやっぱり黒幕説というのも説得力があるわけ、まあ、そういういことです、ね。えー 皇玉天皇がそのどうしてその曽我氏を倒してまあ実権を取り戻そうとしたかということなんですけどそれはその雨乞いの儀礼っていうのがあったんですよね。えー、皇玉天皇の元年に6月に干ばつになったんで。えー、だから、 我氏はその仏教熱心ですから大雲経を呼んでえ雨が降るようにね祈ったんですけれども小雨が降った効果はあったけどもね小雨でしかないとだからまあ干ばつを克服することはできなかったわけですね。それに対して8月にまあ日りがもっと続いていった。 えー、もう大変やねそれで8月にその天皇が皇玉天皇が水淵の川上に身、えー、行きしてひたまづきて四方を拝み天を仰ぎて祈りたまおうということでねそしたら雷が鳴って大雨が降ったと、えー、それが吹くこと4日,つ 5, 日5日続いてそれで結局みんな潤って えー、よかったわけですね要するに干ばつを天皇の、えー、力でですね神通力で、あのー、克服したわけでやっぱり荒い人神であるわけなんですね天皇はね、えー、だからその天皇信仰というのをですねやってほしいとつまり仏教にばかり頼らんと天皇の 充実、まあの力でですね国を治めるということもあもうちろん尊重してほしいわけですけど蘇我氏はあまあ言ったら仏教は立っとるけれどもね神道に対しては、まあ、かなり距離を置いとるわけですね。だからあ <laughs> そこは不満皇業天皇にとったらね。 えでやっぱりその曽我氏に対しては溝があるわけですけどそれを表面に出して言っちゃうと喧嘩になったらもう曽我氏が圧倒的に強いからあ隠しているわけですね本心隠しているでも心の中では自分はないがしろにされていると思っているから。 で,あのでもまあそれは一つの解釈ですからあ、まあ、それよりもイルカのことを気に入って、ねえーまあ、イルカに任せたらいいと思って、ねえー、やってたのにイルカが急に殺されたということでショックを受けてそ,、えー、そ,のそんなんやったら退避するわけでもね退避しちゃったというのが真相かもしれないんです。 知れないんだけれど知れないんだけどもねその後の恒玉天皇を見てると退位してカルの巫女に譲るけれどもえカルの巫女が亡くなったらあ今度また再登場するんですねだからカルの巫女がえ亡くなって亡くなって 亡くなった後ですねもう78年経ってるんですがあその中野上があの天皇に、まあ、なっても皇太子やったからねいいわけやけどーまだまだ二十歳代ですからね中野上若かったもんやからだからすぐに。 ついだら若いのにって言われるんであのお母さんに再登場してもらったわけですねそれが西明天皇この西明天皇がなかなか意欲的な天皇をやったわけですねそであのいろんな赤道あの石の剣道西の建造物を作りましてで百らが滅ぼされたんで次第にでなんとかその百らを再建し 白木をやっつけようと、朝鮮出兵の準備をしよう朝鮮出兵しようとしてあの行くわけですね、対島で行くわけやけど、まあ、そこであの死んでしまったわけなんですけどね、疫病にかかって死んじゃったんですけど、まあ、そういう非常にこう積極的です、70前であの朝鮮半島にまで、ね、乗り込んでいこうとしたんです。 しかも戦をしにですよ。<laughs> 外交交渉をしに行くんじゃない。戦をしに行こうとしたわけやから、まあ、そんだけ、どういうんですか、まああの情熱あって、いや、まあ、やる気満々ですからね。そんだけの、いわゆる、女というんですか、そういうのね。列女、うん。猛烈の列ね。列 姿を見せたわけですねということはこの,この一子の変に絡んでも別状的な性格がすでにねあったとしたらそ我氏をイルカを可愛がっているふりして陰でいろいろ工作してそ我氏を倒したと。 いうのがだからそれはあのだからあそのイルカを寵愛していてイルカが殺された時に、まあ、びっくりしてね投げ出したような感じに書かれているけれども、えー、そんな、まあ、甘いおえそんなあことはなくて本当は。 あすごい宝の姫姫子というのはすごい女、ね、やったというふうにね解釈する人もいますまあそういうことでねえー、ちょっと休憩し,し,して、えー、<laughs> 一時停止、ね、再開 えー、でレコーディング再開しますけど、えー、19日にですね、あのーえー、あの帝と、えーその <laughs> えー、中野大江皇太子ですねそれからあのお母さん、うん、の天皇浴天のですね、えー、が退、まあ、いて。えー あのえあどこに書いたのこえー、とあふれましえ 交代後になってるわけですね。交代後ってね、えー、さっきの親、見親の巫女とかなんかいう、ちょっと今、見かけないんですけど、そういう言葉がありまして、えー、それになってるわけですけど、あのー、 えー、まあその3人ですね、要するに、えー、天皇側と、それから臣下ですね、左右大臣、左、う、右、ん、大臣が列席しまして、あのーうん、誓いを立てるわけで、左右大臣とかが列席して、で鎌倉ももちろん列席したんでしょうけど。うん 誓いいを立てたとうことですね。で、その誓いは何をまあ誓ったかということですけど、えー、ここに、えー、ここやね水淵の川上に身行きしてえー、ああ違うこれはあれですよねさっきの話はねえー ここ天神と書いて天神と読むんですよね。これはあの要するに一応高間が原って高知県入植になっててそこの神々は天津神大島にもともといる神を国津神という。で漢字で書いたらそれを地義と書いてだから天神天神地義と書いてあ、えー、天津神国津神と。 いうふうに身、えー、も濃して魔、まあ、を裂くとで、えー、天は多い地は乗せる帝道はただ一つなり叱るを末代には行白にして軍心、えー、地を失えりとだからこれはどういうことかというともともとその天が地面を覆うから天が地面を支配しているということですね でだから君主というのは常にこう上にいてで人民をそれに仕えていると、あるいは臣下をそれに仕えているというのはこれ永遠の道やというのが、まあ、自教の考え方で営動はただ一つになりそういうことですそれをひっくり返してあかんということを言ってるわけですねでしかるに末代には行迫その,そ,のその考え方があいい加減になってしまったと。 人情が衰えて、えー、ダメになったということですね。君、臣の情を失ってしまったと。これは一番は要する。に国家が成り立たなく。なる一番悪いことなんですよね。そうなってくると必ずその罰というのは天罰が下るというよく言いますね。で、あのー、天罰っていうのは天帝天の中心神々の最高神である。 天帝というのがいるわけですね、儒教ではね。えー、その天帝が罰を下すということですね。で実際には、まあ、その天帝はあ直接は罰を下さないで、人間の手を借りてということですね。だから、後天、後天とは天帝の意味ですね。後天、手を我に貸しと。暴虐をお中、 えー、これはあの中天すると中う、ね中する。要するにどういうことかというと、もしも、まあ、中之江とか中富仲間たりがあ間違っていたならば、天は味方しないから失敗するんです。で天が味方したから失敗せえへんかったということで。ということは、天がこのあ罰を下したんだと。我々はその天 えー、天,天の代わりにっていうかね、えー、天に代わりて不義を打つっていう軍歌、うん、がありますからて、ね、にか <laughs> 忘れちゃったけど、えー、そういうのが軍歌があったぐらいですけど要するに,、えー、に実際罰とか何とか言っても人間があの 起こすこすすとですね戦争でも反乱でもね、えー、だから人間の手でやったんだけども正しいことやったから天が味方してくれたんだということですね攻略を中堅したんだできたんだ今しともに心血をだから心、えー、血を下ず下ずと呼ぶこれはちょっと滴たるという字なんですけどね 心、えー、血をしたたらして、えーや,っえー、やってるということですね。思考 <laughs> して今より後「えー、君は二世なく」うん「真帝に、えー、二つ心なし」と。二つなしということは二つ心なしということです。だから便中腐敗とかせえへんということですよ。 ちゃんともう心から忠,忠義を尽くすということですね。君は二世なくてて君っていうのは二世ある。いいことはああ、投資者が二人いるようなもんでえー実。実質はその蘇我氏が支配していたけど、形式的には天皇が支配していることになっていたわけですね。そんなんはね。まあ2世です。わね、えー、だから。あ 君は二性ないっていうことは一元化できているっていうことですわ、ねえー、もしこの「名に染むかば」「こ二」にて書いて「染むく」と言うんですね「二つ心ある」というとように言ってますわ心では裏切っているわけやからだから「二つ」っていうのは染むいてるということ心に染むいてるということですね 死、わいしわ死、鬼、殺し、忠死、死とたんえー、その、一しろしきこと、一しろていうんですね、これ。それは当然だというとき、一しろというんですけど、えー、日月のことし、まあ、太陽や月が。 毎日登っていることが当然のことなんだということですよねこれはあの鬼とか神とかいうのは人間の魂がね死んだらあ魂を天に登るんですけど魂でも吐くっていうのがあってそれはあの地に行くんですねその地に行ったやつは鬼になるんですよでだからその鬼がその 悪いことしたやつを撃つということでまあそういうことですね。で天神になって天に上ったやつはその神がになって神から罰神罰が下るわけですね。まあそういうことであのえー、その誓いを立ててねこれからはねあ,のあくまでも一元的な天皇の支配にしていきましょうと。 というこででみんな違ったわけです、ね、まあそういうことでねなぜこれが重要かというとまあ翌年に戒心の御事の理っていうのが出ますねそしてその天皇一元高知公民の制度というものを作っていくっていう、えー、御このりが出たわけですけど本当に出たんかという疑問があって。 いろいろ論争になってるわけでね、海進の御事のりに関してはね。えー、だからあこの、その前の年に、この大月の木の下の名役というのを結んでいるということはあ、こういう考え方を持っていたと、その考え方に基づく改革の方向として海心の御事のりが出たわけですね。翌年、ねまあ、出たたとしたらあ この名訳もそうやったりした場合は、まあ、全部嘘だやということになりますけどお名訳が出てたとしたらね、えー、その精神でもって翌年「会心の御祈り」が出ててもおかしくないということが言えますよね、えー、だからそういう意味でこれはまあ重要やということですね。であのー まあ、そういういことですね、免であのその大いにその変革やから年号を、ね、定めたということで「あらえー、天津豊宝生かし日垂らしい姫のすめらみこと4年大化元年となす」という大化年号が出てきますね。 であのそれまでには年号はなかったと書いてるわけじゃないですよ。日本書紀でこのあ年号は大化が最初に出てくるわけですね。それ以前の年号については触れてないわけですね。だからあーなかったかのように思われてますがあーその、えー、法隆寺釈三銅道というのがあってそこではあの方向岩。 方向三31年という聖徳太子が亡くなった話が載ってるわけですね。で、方向という年号が始まってから31年経ってということなんですよ。で、あの聖徳、えー、方向という年号があったということは、そこから分かるんですが、その日本食見たらね、方向年号なんかないやないかというので、 えー、その法隆寺釈迦さんどんどんも怪しいということを言う人がいるわけですけど何もあの高校年号がなかったと書いてるわけじゃないんですよね。えー、ただあの大火の時に紅葉邸の4年の時を大火にした大火関年にしたということですね、えー。そういうことを言ってるだけの話。 だから、うん、方向の年号はあったと思いますね、聖徳太子の釈三殿堂っというのは、えー、やっぱりあったことはあまり否定できないと思うんで、えー、それがあったとしたら、まあ、方向年号はあったと。ね、であのだから、聖、えー、徳太子というのが、まあ、いい加減な偽物というか、フィクションであったりして、 でしてもですね、あのいたことにするためにまあ、えー、その釈迦さん脳道作ったとしますね、<laughs> 作ったとしますね。そうしたらあなかった年号をねあの作って入れるはずはないでしょう。偽物あの釈迦さん脳道が後世の、えー、偽作というか作り物で。 えー、聖徳太子なんかいなかったのに、いたことにするために作ったみたいな。そういうことをやったとしてもそれが真相だとしてもね。それ真相だとした場合やったら、ああその方向年号を入れるとなかった。年号をこの偽物に書き入れることになるんですよね。だ偽だと分かってない分かってしまいますよ。そんな年号の切ることないって言って偽やって言って。だから偽の場合はみんなが知ってることをやっぱ書く。 入れととかないといけないいい。け本物らしくしよう。だから方向年号があったことをみんな知ってるから、あそれで蘇我氏の系列やったから、あ釈迦さんどんどん入れてるはずですわね。だから入れ,て入れてるはずやと思って、偽物であってもあの方向年号は本物やということになりますよね。だから偽物やから、偽とバレたらいけ,いけないから、本当のこと書くわけですね。あの 年号とかは本当のことを書くと、偽の年号は書かないわけです。だからそういう意味でね、あの本年号はあったんじゃないかなという偽だとしてもね、釈迦さんのどうまあ、そういうことなんですよ。それで、えー、でも大和年号は怪しいところがす。でなぜかというと、あの自藤天皇の時代にあの。 泰和という年号がどうもあったらしいんですね。自藤天皇はもう正式の天皇だし、なんもあの偽の年号を作る必要ないわけですね。ですから、あ、泰和年号を作って、で、あの、えー、たんだけども、まあ自藤天皇の時代に泰泰和 あという年号をつけるよりもこの時の方が忙しい倒してね大いなる変革があったわけやからこっちの方がふさわしいと日本書紀の作者は思ってこっちに持ってきた可能性があるんですね、うん、<laughs> もしもこの時に本当に大化があったんだったら持統天皇は分かってますから同じ年号をつけるれないでしょ年号というのは前あった年号をつ,つけないですからね昔あった年号とかつけないでしょ同じ年号。 だから、持党の時代に大化と年号があったとしたら、あこの、えー、645年の大化というのは嘘やということになりますよね。で、実際その、えー、645年からまあ4年ぐらいあの続きますよ、大化年号ね。えー、その出土してないんですよ、その時のやつだから。 なかった可能性があるということです、ね、大化年号でも大きな変化があったから年号を書いたと書きたかったとそれで大化の年号をここを持ってきたから持統天皇族の,の大化の年号正式の年号じゃないわけやから日本書紀には書かれてないんですね、えー。ということにしてしまったわけです。まあ、そういうね歴史の偽造みたいなのが考えられますけど。 それで、その時に、まあ、大いに変化があったんで、江、えー、徳天皇はあ皇后を迎えたわけですね。で、除名天皇と斎明天皇の,あの子供である、うその橋人の皇后をですね、橋人の姫御子を皇后にしたわけです。まあ、両,両親が天皇やからもう血、血統としては。 申結局老いにあたるわけじゃ老おいといは命にあたるわけですね江、えー、徳天皇の。で広になったわけです。でも江徳天皇にはあこの補填江徳天皇というのはうたらし姫という <laughs> あのえー、奥さんがいましてその奥さんとの間に、あのー、これ彼のミ子の子供がですね、えー、あ有馬の実子、ね、有馬のミ子という子供がいます。えー、でこの時ですね大化元年の時には5歳ぐらいやったんですすでにね。 で,ですからあ本当はいらんわけ <laughs> いらんというか橋人の夢巫子なんかいらんわけですねおとらしい名で十分満足というかだからあのうん天皇とか大公とか、まあ、まあ中国では皇帝なんかなった場合にね、あのー、やっぱ子供たくさん作っておかないと いつ死ぬか分かか分ませんよね昔やから、ね、だからあたくさん子供作らなあかんということで妃も一人ではいけないということで何人ももらわなあかんんですねでもやっぱり相手にしたいのは抱きたい女は一人っていうのが多いんですねそういう偏と道徳的にはよくないわけなんですよね。まあ、皇帝の 道徳としてはあるいはオの道徳としてはうんその一人だけに愛情を注ぐというのは揉めるもとですし不幸にしますよねキサ、えー、たちをね。だからそれはいけないことなんだけどどうしても人間っていうのは好き嫌いもあるしどうしてもその惚れた女あ 執着するというかね一人に執着しちゃうんですよそういうところがある誰しもあると思いますけどそうするとやっぱりね不幸になっちゃいますよね相手にされないっていうことでだからそれはやはりね問題があるわけなんですよね、橋人っていうのは何と言っても要するに両親が <laughs> 天皇ですからね それの子供ですからすごい、まあ、プライドも高いと思いますよね。高野の上の、えー、妹なんですけどね。であのー、だから高野上とあの孝、ー、徳が仲悪くなるでしょまあそれはリーフはよく分かりませんけどあのー 要するに、橋人の姫御子が幸せかどうかっていうことが非常に重要なんですよね、あの中野親にとってはね。だから、なんかこう相手にされてないかと思ったら、はったってきますよね、自分の可愛い妹がね、高校になってるのに、子供できへんということでね、ないがしろにされてるんじゃいかと。でも、自分がないがしろにされてるような気持ちになるんですよ。 だからそういうので、そういう感情があったかもわからないんですね。感情、圧力みたいなのが。そのまあ具体的な政策の違いとしてまあ現れるんでしょうけども、えー、そのまあ前提としてね、あったんち合うかと。まあ、ここが今日の話で、一番この感情論、<laughs> 感情論になっていくんですけどね。えー、それどういうことかというとね、 653年になったら645年が大化元年ですよね。で653年っていうんだからえ8年大化8年だけど大化は8年も続かないんですよね。あの途中で年号が <laughs> あ変わりますよね、えー。鳥が出てきたんで何、えー、とか年号に変わりますね。 あの白地屋とかね、えー、なんか年号が変わりますけど、えー、それで、うん8年たってねあの、急にですね、皇太子は、河内から大和に都を移す提案をするんですよ。天皇に対してね。 なん天皇がな、うん、そんななこと河 <laughs> 内,内っていうのは港があって外国との交易に便利であってで何かといいから河内にしたんですよね。改革政治進めるにもいいと思ったと思うんですけど中野大はいやもう山本に帰りたいんやっていうことですね。であの移そで移ううとい 言ったらも,もちろん天皇は拒,む、まあ、拒まれると分かっていて言ってるわけですもちろんね。で中之江はそれで、えー、そうでかとそんなもうしがないから私たちはあ勝手に帰りますと。といので中之江とお母さん宝の姫御子ですね、えー、それから妹の橋人の姫御子皇后ですねこれを連れて帰っちゃうんですよ。 後を連れて帰るなんてと,とんでもないことですけども、えー、結局そのね何はにいても幸せになられへんやないかということは言いたいんでしょうね連れて帰るわとこの分もできてないしと思,思ったんかな何せ連れて帰るっていうわけで、えー、大和に移ってしまった であのそれだけやったらまだ我慢できるこの家族だけ移るんやったら我慢できますけどね臣下たちもついていくやつが多かったんですね。ほんで天皇がまあ孤立したというか非常にこの傷ついてはもうももう「天皇なんかやめちゃう!」とか言ってわめいてたわけですけど病気にな,なりますね結局まあその心労もあったんでしょうか病気になると翌年亡くなってしまう。 そういうことでねあのえらい迷惑です天皇にしたらねあの変わられたらでもそれは一つには橋人がそれほど相手にされなかったということがあったかも分かりませんねほんでしかもその天皇はね橋人が大和に帰ることに対して不倫疑惑を持ってたんです、ね、不倫疑惑。疑惑 それは中野追えと,プリンジャーがと中野いうのは両親が一緒なんで、ね、一緒のだから近親相姦疑惑ということですね、えー、があったんですよ。であの歌でそのことを橋人にね歌で言ってるんですね「金着付我が買う駒は引き出せず我が買う駒を人密らんか」。 金で気をつけて金切ってどういう意味かよくわからないけどまあ錠前みたいなのつけてるんでしょうね。でその駒をかって馬を買っててえ逃げれんようにしてんのにあのその馬をですね誰かが見ている見ているっていう密談か,かっていうのはどういうことかというと。 これはあの歌の世界とかでは結局えー、常時を指しているわけですね男女間のセックスみたいなのを指しているだからあー人に取られんようにちゃんと飼ってたはずの馬があ取られてしまってるということでまあこれはつまり橋と皇后を皇太子の 中野大江に取られてしまっているとうんその関係あるんやということを似合わした歌なんですよね。その似合わした歌じゃないかっていうことを、まあ、近代になってからね解釈する人が出てきてんであの近親相関があったんじゃないかと。で近親相関といってもその古代はまあ普通その天皇の たくさん奥さんいますからねその奥さんが違った腹っていうかお母さんが違ってたら兄弟でも結婚してよかったんですでもこ高の鷹の王へと橋人っていうのはお父さんもお母さんも一緒なんですねだからそれは不倫してはいけない不倫っていうかあの結婚してはいけないわけですねこれもちろんこれは天皇の皇后やから不倫ですよね もちろんいけないそれはもう禁止そうかなあってもなかったも天皇の皇后と関係したらそれ絶対いけないわけです、えー、それはもう府中でもあるわけねだからあー、うん、その天皇が起こって犯罪として告発したらあ中野へもう処罰される恐れがあったわけですけど、まあ、そこまでは自分の老いやしね でできへんかったわけですけすど。えーまあ、そういうことであの、まあ、天皇がめそういう処罰本気になって怒って処罰しようとしても進化は従えへんかもからんし、ね、実際問題としてはねあの実験の方は中野家が握ってるわけだからね、えー、簡単に処罰できない、えー、わけなんですね。だから まあ不倫の証拠が完全に見つかればまた問題は別かも分かりませんけどね。ただ、あのー、その両親が一緒の場合に、えー、タブーやったかどうかということが問題になりまして「日本書紀」には、まあ、陰陽天皇の皇太子であった木梨カルの巳子と、えー、お父さんもお母さんも一緒の妹の カルノオオイラ爪の姫御子とが、まあ、関係してそれで罪に問われてけれども皇太子はちょっと罰を執行できなかったんですねだからあカルの大オイラ爪の方外織姫ともいいんですけどをが流されたということで、えー、そういうお話があるんです それであのカルノミコは皇太子をハイ太子されてしまうんですね。それで近親相関タブーというのが、ね、あったんだとよく言われるんですが、でもその時のあのカルノミコを失脚させてたやつが結局天皇になるんですけど、その人もあの五五にですね両親が同じ人と。 多くをご縁しつけてるんですよ。だから謹慎相関多分なかったということなんですね。じゃあんでこれを罪に問われたかというとこのあ彼の大いらつめの姫御子はあ実は御子であって御子さん神に仕える御子であって処女じゃなかったらいけなかったわけ。 それをあの兄弟で関係してしまったからその罪がある神を怪我したというか、まあ、そういうその罪が問題になっ,なったんちゃうかと言われていますね。それであの中野大江と橋人の姫巳子が、まあ、両親は一緒ですね。ならあの近親婚なんですけど。 二代続けてそうなってるという説があるんです。つまり、そのお父さんとお母さんね、あの、えー、お父さんとお母さんというのはあれこれ、ね、女命天皇と皇極天皇ですね。これがあの実はあこれやね、女命天皇と田村の彦。 であのえー、興行の受けていうのは宝の姫巫女です、えー。これはの田村の巫女のお父さんは押坂彦人のあ王子ということですね。それであの宝の姫巫女のお父さんは絹の王子押坂の、えー、息子なんですよね。で でも、でも、なんか田村の巫子のお母さんの名前と宝の姫子のお母さんの名前が両方とも君のあ女王というか君の姫子なんですよ。で、それは私の方の娘でしょあ、娘って嫁はんでしょだから田村の巫子も本当は。 この兄弟やったんだけども、何らかの事情で、えー、おじいさんの方の家に、まあ、預けられて養子になってい,くなんかでいたわけやけども、えー、元の家に戻ったんですね絹能の家に。それで宝の姫巳子は別の人とあの結婚してたんですけどで子供もいたんだけども。 お兄ちゃん帰ってきたからって仲良くなっちゃったんですよ。それで結局田村の巫子は著名天皇だったんで、えー、宝の姫子が皇后になっちゃったんですね。であの子供ができたからこれはあ本当は両親が同じ著名天皇と皇后という両親が同じやったと。知能と吉の姫子 それで、えー、その次の宝庫へ大天皇子橋と野姫皇子はだから近親相関によって生まれた頃なんですよ。それがまた近親相関しちゃってるわけですね。両親が同じ近親相関。二代続けて両親がないそうしたらやっぱ心配になるのが劣性遺伝ということになりますよね。それで、あのー で、青年が起こ,起こらないかどうか心配ですね。でも、えー、結局。あの、はし人には子供がいない。俺も書かれてないわけですね。でもうん。タケルの巫女っていうのがいるんですよね。剣って書いてある、タケルというもの、タケルの巫女がいる。タケルの巫女が、あ、巫は誰の、えー、子供かというと、その。 えー、誰の子供になってるかというとあの、えー、中野大栄はあ蘇我の石川丸の娘御家姫と結婚してますね。で御家姫との間にあの太田の姫巳子それからあ宇野の姫巳子宇野の姫巳子が持統天皇になるんです。でその下にできたのが猛の巳子。 違ううかと武田の巫女へということのいこになっているんですねで武田の巫子が生まれた時期が結局どんな時期かというと石川そばの石川丸というのは冤罪で殺されてるわけで殺されてるとま自殺するんですけども、ね、これは山城大江の王と一緒ですわ。戦うことを拒否して自殺するんです追い詰められたから戦うのは嫌やと。 えー、私はそんな無本の意志は全然なかったのに無理やり戦わされて殺されるよりも自分から死ぬと、ねえー、あくまでもその、えー、自分を冤罪で殺す側の中の上を恨まないと恨まないで自らあの無実を死によって証明すると。 いうことですよね。それでで死んんじゃったんですよね。これはすごいです。だから山城大江と精神を継いだのはあ曽我の石川丸であったということですね。これは重要なことでしょう。でその娘が宇野の姫子って藤天皇ね。だから慈藤天皇もその山城大江の精神、えー、山田石川丸の精神を継いで。 えー、その後進政治和を和,和でもってまとめるね後進政治を、まあえー、推進したと考えられるわけですねそれは僕言ってるんですけど、あのー、世間の <laughs>、えー、古代史家たちはですね持統、えー、天皇というのは恐ろしい女で大津波子を殺したり暴力で殺したり。 武智信子も毒殺したんちゃうかとかねでも一番ひどい人になるとあの <laughs> 自分の息子である日下部巫子ねこれはどうも頼んないからというので殺してしまって自分が天皇になったと草壁部巫女皇太子だったら、天皇に、えー、なるところですね この根性では無理やということで、私がなっていう感じで殺してしまったって。そんなことで言う人もいるんですよ。だから、それはあのちゃんと証拠があって資料があってあの殺したという証拠があんのやったら別ですよ。自分腹痛めたこともね。そんな殺したって言われ、あの後世の人にね。決めつけ。られたらどうですか <laughs>？もう死んでるから関係ない。 でもそのやっぱりほんであの大津の実子とか高千巫子もあの誰かに殺されたかも分かりませんけど誰かにはめられて、えー、死ななければならなかった、まあ、大津の実子の場合はあ処刑ですけどもね。あの高知の巫女は 死んででるわけですね。それはどうも毒に当たったんちゃうかと言われてるで殺されたことになるかもしれないけど、うん、何も別に自刀天皇が毒を持ったっていうしょうがないんですよこうね。でそうに決まってるとみんな決めつけるんですよ。自分の孫にあの天皇にしたいから竹富くん邪魔やから殺したのに違いない。 そんなあの証拠でもあって言うんやったらいいけど証拠も何でもないわけですよ。別にあのえー、あれですよ孫になったの文武天皇が実現したのはあ更新会議で決まったわけで持統天皇やってくれとかねな,なんかそういうことはやってないと思いますね。だからまあそういうことで、ね、何の話あの えー、すごい人をやったわけなんですよ、そ我の山田石川丸というのは。それを結局、冤罪の罪を着せて、えー、追い詰めて自害に追い込んでしまった。で、自害されたからね、あのえー、すごくショックを受けるわけですけどね、ま,あ、まさか自害せんと思ったら、まあ、まあ、山城大栄の真似して自害しよった それであのでも結局、中野江というのは、まあ、被害妄想もあると思いますけどね、えー、石川のまの、あ、娘まで嫁にくれてずんのに、ね、忠を尽くしてるのにね、疑いをかけるんですよね、あの、武告をされてね、疑いをかけて、思い込むんでしょうね、あの中野江は。うん ねえあのー、自分はそ,その石川丸を信頼してここまでやってきたのにそんな裏切ってたんかと思ってね逆上したんでしょうね。ねそれであの後から分かるんですけどね遺品とか見ていったら全部その、えー、中野大家のもんやとこう大事な本とかね、えー、仏像なんかの中野大家の門屋やという遺品を、うん、そういうふうにちゃんと 残してるんで,すでそれ見ていややっぱり冤罪やったと分かるんですね。これですごくあの後悔して、えー、後悔するんです後悔先に立たずそれこそね。そういうことがあったんですけどそのお父さんが死んで恩知、えー、姫はそれで気が触れてしまって狂い死にするんですよ。 だからそのタルノミコを産んだというのはおかしいんじゃないでか苦しみにしてるから産まれいのちゃうんかという人もい,い,いますけどすぐに苦しにしたとは書いてないからあ何年か経って苦しにしたかも分かりませんので、えー、そのタルノミコを産んでから苦しにしたかも分からないということでオンチームの子やということになってるんですけど。 でもお父さんを宴大で殺したような人とその関係して子供作るやろうかということを考えるとねやはりちょっと無理があるなとその設定にね。ということなんですよ。だからあ橋下との間の子供がもが竹のみことを考えた方が説得力あるんちゃうかということですね。だからやっぱりこの 疑いは正しかったかもしれないということなんです。えー、そういうことでそれと遷都が関係があるんですよその遷都提案がね。つまり武尊ルノが生まれただとしますやん。でも武尊ルノは結局高徳の子じゃないわけやから高徳の子やって言って。 孤独にもそれを認めてもらえるような条件があればうるつやけどもでもそうじゃないみたいやからあ中野江の子,子やなわけですからあ中野江はとしたらまあこれは恩知姫の子やということにしておいてであの、えー、大阪で、えー、育てるわけにもいかんから。 ということで大和に移,移り住んで育てようというので銭湯提案をしたんちゃうかとまあもちろんその耕徳天皇はそんな受け付けないと分かってますからねであの自分らだけでも行こうというわけで、えー、行ったわけですねであのその竹野巳子のおばあさんにあたる宝の姫子にしたら 自分も要するに同母兄弟婚していてであのそれ連続で続いたからまあ自分のせいでもあるということですね。武田文子。武田文子問題があるんですよ劣勢遺伝というそれはあの、えー、推しっていうか口がきけないかったわけですね。 えー、病弱ですよねで8歳で亡くなっちゃうんですけど、ねえー、それで結局一生懸命育てるわけですね、えー、で,あのでも死んでしまったというで大和にだからそのためにこのう、えー、ったということですねだからおばあちゃんも一生懸命になって 孫を育てるしであのえー、橋とも自分の子ですからね、えー、一緒に育てたわけなんですよで、ね、中野親江も大和に移ったわけですねでつまり家族なんですよ両親が一緒やないから家族 <laughs>、ね、で三代にわたって仲良くこの暮らしてその幸せな 生活やったとあの,、えー、あの宝の姫ねおばあちゃんも言ってるわけです。それで新、えー、羅で今期なる、うん、小山が上に雲だりもおシルク紙たたば何かだけか今期っていうところにいたわけですね。 であのそこで育てたんですけどそこにから雲が上がってくればまあ死んだらね霊霊は雲になるという話があるんですよだからその雲を見てあっ竹の巫女やって思って慰められるから、まあ、嘆きも少なくなるよ雲でも登ってほしいなっていうこと。 まあそういうことでね、それぞれ、ね、あの、竜獅子をつなぐ、えー、つなぐ川辺の若草の若くありきと我が思わなくにという、えー、若草が、 これはあの意味はもうつなが分からないけど <laughs> 一緒にあの遊んだことをです、ね、思い出してるとかいう解説がありましたけどね、えー、孫と一緒に遊んで鹿遊びとかしたんでしょうねそれでそ,のそれから飛鳥川たぎらいつつ行く水の間もなくも思うは。あ 思いうるかな？というまあ。これははかなく、水が流れていく様を歌っているんで、えー、あっという間にまあ子供が死んでしまったということですね。可愛かったのにという。まあ、非常に可愛かったみたいですね。もうあの気分転換にあまりにも悲しいもんやから温泉に行こうということになって、気分転換白浜に行くんですね。これはあのさっき言った有馬の巫女っていうのが。 あのえー、殺されるの嫌やからあの光徳の御子やからねえー、西明天皇に代わってから皇徳死んでからね、えー、命狙われてると思って気が触れたふりしてたんですけどもうそれもたまらん <laughs> いつまでも気が触れたふりてしんどいですからね。で白浜温泉に行って ほたたんで,す、ね、であのそれを聞いたその、えー、それを見えてんのもじゃあ白浜温泉行って気分転換になるかもしれんと思っ行ったんですよねほんであのだから有馬の巫女は治ったって言われたらあこいつはあまあ言ってみたら気,気が来るって気違いたら差別よば気が触れた ふりをしていたと、ちょっと騙してたということですね。で、それは結局、範囲がある証拠やというふうに思って、えー、疑いかけるのが中野親中野の性格やね。ほんで、あの、えー、わらにかけてですね、えー、その自白させたわけなんですね。そういうわけで、有馬の御子という悲劇の。 王子なんです、ね、だから。まあそれはもう置いとおいてねだからだから上っいうのはすごく怖い男なんですけど、えー、でもあの、白浜でですねこれはあの高野、えー、姫姫子おばあちゃんの歌なんですよね山越えて海渡るとも面白い今木のうちは忘れ湯増地、ま、というわけねえー 白浜に来て山越えて行ったけれどももうこの7年間8年間のね、えー、その武尊御事のことが幸せやったということなんですよだから彼は彼女は,か彼女はあ天皇になったりして波乱、まあ、魔女ですよねいろんなことがあってそれあんまり幸せとは感じてなかったんですよねでむしろその りどいてでしかもその都を捨てて、えー、大和にこもってで孫と過ごした7年間が一番幸せだったということなんですよ。でその孫は口聞けないわけだからねでもすごく可愛らしかったらしいですよね。ほんであのお縁でくれたりしてねおばあちゃん もうそれが一番幸せと。というのでまあこれは何となく分かりますねやっぱりその人間の愛情の在り方幸せとは何かというのをすごく考えさせられるわけですね。えー、水門の潮の下り海下りあともえあ暗、えー、闇に行かん起きてかいかんまあこう 下っていくつもう過ぎ去っていくもんどんどん闇になっていくと悲しき我があ若き子を起きていか,かんと,ということでねほんでまあ非常に悲しいね楽したねえー、っとその感情がまあよう分かりますねだから西明天皇は天皇としてはすごく活躍しますよあのいろいろ石造り いい建造物をいっぱい作ってそれであの白木遠征もしようとしただからあの逆にう恨まれてますよね土木工事とかいっぱいして人を苦しめたわけやからあ悪性と言われてますけど本人はそう,じゃそうは思ってないんですよ。あの大和にちゃんとした立派なをを作って和国を 交流させようとしてであの百済をやっつけた白羅に仕返しをしてですね、えー、朝鮮半島での和国の,あの権益をですね取り戻そうとを考えて皇帝としてはすごい意欲があったわけですねでもそれは幸せと思ってたわけじゃなくて彼女が一番幸せと。 それはやっぱりねえー、孫との関係だったと、まあ、そういうことで、えー、ちょっとねうるっとくる話ですとほであの、えー、孫が、まあ、死んでるわけやから私の母に一緒に合トしてくれと遺言葉かなんかで言ってるんですねそれであの娘のえー 橋人も一緒に暮らしてたわけなんですけど、えー、その死んだらですね橋人も合葬されるわけですね、えー、だからあー橋人はまず、まあ、自分の竹の実家は子息子をやったとしたらですけどね息子を死なれて。 で、お母さんにも知られてるわけですね。だから、あとお兄ちゃんだけっていう感じで <laughs> あったんですけど、えー、で、あの先にあの死んでしまうわけですね。足人がお兄ちゃん、中野江より先に、ね、死んでしまったわけなんですよ。えー、で、中野江はあの一緒に合奏したわけですね。 美子と、えー、橋人とで、えー、であるるの姫美子、ね、一緒に合奏していんです。だからやっぱり武の美女がそのうどっちかやったらまあ恩知姫の子供である可能性よりもええー、その。 橋人の姫彦の息子やったという可能性の方が強いんじゃないかなと思いますよね。えー、再開しますね。あのえっと中野えーえー、中野大江の王子と橋人の姫彦のまあえ同、ー、母、 姉妹婚っていうのがあったかどうかということでまあ,あ議論があるわけですけどえー、それはもう一つその、まあ、証拠として挙げられるのがあその、えー、えっとこんな話しましたね。<laughs> あのー 二代続けて劣勢、えーえー、兄弟姉妹婚だという説がありまして、あのー、その話したかないとですね田村望子はあ押高彦,彦人の美子の息子ということになってるけれども実は知能の息子であって。 養子みたいな形で預けられていたのがあ戻ってきましてであの宝の姫姫子は別のあ人と結婚してたんだけども子供もいたんだけども、えー、お兄ちゃん戻ってきてお兄ちゃんと結びついてしまったんですね。それでこののお兄ちゃんの方があ 天皇に迎えられまして、ですあのこの2人の間に、えー、3人の子供ができたということなんですよ。そうすると結局これも同母兄弟姉妹婚だったと本当はね。えー、というのがあの、えー、そういう説がまあ,ありましてうん。 そうすると二代続けての兄弟姉妹婚だからあこの劣勢伝が心配なんで,で実際そのえー、あのえー、武尊巳子はですね「大、え、し、ー、不能語」って書かれてるんですね。要するにしでこと、えー、言葉がから 語れないというろう話、ん、者あとして、えー、日本書紀に書かれているで、まあ、7年か8年で死んでしまったということで障害者として育ったんですけれどもその子供を結局引き、えー、おばあちゃんとおばあちゃんであるあの宝の姫巫子とそれから本当のお母さんである 人の姫御子が、まあ、一緒になって育てるために、えー、大阪におって皇后してたんでは皇徳天皇の皇后してたんでは、えー、誰の子か分からないその武隈巫女を、うんうん、公表できないですよね。うん、えまさか中直りとのこうやって言えないしまた皇徳天皇とのこう,こうと言おうと思ったら皇徳天皇 <laughs> 間が結局、うん、仮面夫婦みたいにセックスとかなかったらうん子供できるはずがないわけですから、ねえー、それも言えないわけやから、うん、だからあの結局、えー、大和に行ってですね大木,木,木で育てるということになってでええー 今木で育ててだけども障害者で、えー、若死にしてしまったということでまあこのすごい橋下の姫子はただ一人の子供ですけども、えー、それ死なれてしまったものすごく悲しいわけですね。であのー、おばあちゃんもうんやっぱり二代続けての近親婚だからあ 自分にも責任ががあるという気持ちがあその生じますよねどうしても障害児が生まれてしまったんでそういうことで、えー、その気持ちを、まあ、愛情として孫に育て、えー、注ぎますので、まあ、孫が可愛くてたまらなくなってでかえってその孫との関係っていうのが非常にこの幸せを感じたということですね。 だから、まあ、彼女はまあ権力者やったし、えー、すごいですよね、列女と言ってもいいと思いますね。あのー、まあ、大火の海クーうターとかも黒幕やったかもしれないわけですね。それで、あのー、その江、えー、徳天いのが亡くなってから帰り咲きますね。そして、えー、土木工事とかいっぱいしまして。 えー、それが結局あの不人気の、まあ、原因になるわけですあまりにも人民を苦しめたっていうことでねでもそれはやっぱり、えー、どうしてもその中央集権国家を作ってそして対外的にもですね倭、えー、国をですねあの再建しようというか、えー、東アジアの強国としてね 再建しようということの中では必要なことだったと思いますよねあの思っていたと思います。で、えー、しかもそのクタラをあ白木に潰されたんでそれを再建しようと思って白木をやっつけに遠征しようということまでやって福、えー、島で行ったわけですね。まあ、そこで倒れてしまえ気病で倒れてしまいましたけれども。 おそれだけ非常にまあ、列女の面があったわけなんですね、えー、でもその列女として活躍してい,ていた時のことを,を幸せと感じるよりも、まあ、むしろその障害児の孫とのあ関係の方がまあ彼女にとっては幸せだったということがね、えー がえる歌がある歌あわけですね。「今紀なる、うん、小山の丘にこれどう読むかちょっと雲谷も、うん、知るしく知るくしたたば何か竹かん」とまあ今紀の丘にですね雲が登ってくれたらうれしいとつまりその 雲というのは霊を意味しますんで、たけるのみこの霊がね、見えると思ったら慰められるということでね、えー、そして、優、え、志、ー、をつな、うん、ぐ川への若草の若くありきと、我が思わなくにと。 まあ、この鹿を命、えー、シシを追いかけたり、えー、川上の若草を取ったり、えー、した時の思い出があるみたいに <laughs> 解説してましたけどねその思い出がそのね、えー、若い頃の思い出が懐かしいっていうことでそれはまあこれも。 けるのの思い出、えー、なんかなと思われますけど「ま、だ飛鳥川は、えー、たぎらいつつ行く水の間もなくも思う思うをるかも」と。行く水はまあたぎっては流れていくけどもね、えー、あっという間に時間が過ぎてうんはがなくつ。 開かないいもんやととうことですね。それでこれはあのー、埋葬の時の歌なんだそうですね。それで、えー、白浜に気分転換に行った時の歌がこちらですよね。であのん、ー、で気分転換に行ったかというとえー、その有馬の巫女があのえー、あの 気が触れたふりをしてて自分を殺されないようにね、えー、するために気が触れたふりをしてたんだけどもうそれを死んだなって白浜行って治ったっていう話にしたんですねそうしたら気が触れたふりをしてただましてきたっていうのでこれはあまあ、えー、反逆の意図があったんだとも疑われて。 で釜かけられるというか暴力で殺されてしまうんですね。えー、そんなことがありましたけどその白浜がまあいいとい精神的にもいいということで行くんですよ。でそこで結局山越えて見渡るとも面白き今木のうちは忘れるという真っ地っていうことでね今木におった頃が幸せやったと。 一番ね孫を育てた時がということなんですね。えー、水門の潮の下り海下りあとも、うん、暗らきに起きてかいかんということでねえー、海を下って鷲浜に行ってえー、その愛しき我が子を起きてかいかんということでまあこれ。 悲しきというのは悲しき我が子というわけででまあ彼女はその、えー、白浜に行ったりしてそういう歌を歌ったんですけど結局、まあ、さっきも言ったようにあの烈情の側面があってねでつくしに行って、まあ、死んでしまったんですけど合奏してくれというわけで。 それはそのタ,ケル王タケル王と合葬してほしいという言。ただタケル王を埋葬したという記事がないんですねで,ですからタケル王は実はこの合葬はもう一人橋人の姫御子もここに合葬されているんですだから橋人の姫御子の墓にタケル王も入っているんじゃない <laughs> と思いますね、だとしたらねタケル王の、えー、お母さんは実はハシヒトやったと、まあ、考えた方が恩知、えー、姫の子供であったというよりも確率が高いんじゃないかなということですね。えーまあ、そういうことを考えると、まあ、家族に対する思いは非常に強いものが あ宝の姫御子もあったしあの中野大江にもあったんじゃないかなということですね。まあ、非常に中野大江というのは有馬のさっき出てきた有馬の御子も殺されてるし、まあ、古人絵の王子もですね、えー、645年の秋にも殺されてるんですよ。要するに 自分にとって、まあ、ライバルになる脅威になると思う人は皆殺されてるんですよね。でしまいにその曽我の石川丸という中心までですね、えー、あの追い詰めて、えー、殺そうとしたわけで,で自分からあの曽我の石川丸はあ自害したわけですね。それから遺品でこの、えー、中野応援のために取ったという遺品がいっぱい。 出てくるんですよね。でそれで中野江は自分はえ,え、まあ、冤罪で追い詰めたということでね、まあ、非常に後悔するんですけどその、まあ、つまりその石川丸を死に追いやった中之江と恩、えー、地姫の子やったというのはですねちょっとこの考えにくいという恩地姫が。 なかなに抱かれるっていうのはね、ちょっと考えにくいような気がしますね。だからやっぱり <laughs> というアシストとの子がタケルの巫女。だからタケルの巫女っていうのは非常に大きな存在であるし、であの皇室にありがちな血統を守るために近親婚になりがちなんですね。でまあ母親が違うかったら。 いいっていうふうな感じやったんですけども、そんな近親子がやってるとやっぱり両親とも一緒でもつい、えー、好きになってしまったら止められないっていうようなことがまああったかもわからないですね、まあ、だからその辺のところを考えますと、えー、天皇家に生まれたための悲劇っていうことが考えられるわけですよね えー、そういう意味ではそういう運命を背負って生まれ、ね、て、えーまあ、修羅の道を歩まざるを得なかった歩んでしまった、まあ、中之江、えー、の人生というものをねでもこの家族に対する、まあ、思い、まあ、熱い思いもあったんだということを考えるとこうもちょっと救いがあるというか、えー、まあそれをよく考えたらわがままな面ですよね公私混同ですからね。 であのえー、中宮天皇というのが出てきましてこれは何かというと野中寺というお寺があってそこに弥勒菩薩藩菩井像がありますね。でそれにその台座の部分にこの字が入ってまですねそこに中宮天皇というのが入っててこれがあのあの 日のえ虎の年ですね、これ666年にあたるわけなんですよね。で、666年やったら、まあ、橋下があその、えー、の、まあ、裁判年にあたっているわけですね。で、それが中宮での病気を治したいということですから、もう死ぬ直前。 橋人のことを中宮天皇と呼んでるではないかと。でだから橋人は天皇になってたということになりますよね。ででも日本書はそというのはやっぱりまあ,あううんですかあの病気がちやったから元気にしてやろうと思って、えー、天皇にした天皇にしていろんな儀式で気をまぐらせてたら元気になるやろうと。 お兄ちゃんは思って、えー、天皇に自分が本当になるところですよね、あの西明天皇亡くなったらね、もう35歳になってましたから、でも自分より妹のことを心配やからあー、妹を天皇にして元気づけようと思ったのかもしれない。で、中宮天皇という言葉があるということは、そういうことを考えられますので。 ということはあ、やっぱりそれだけ家族に対する思いというのは、まあ、非常にこの強いものがあって、うんそれで、まあ、そういう中国で。だから、まあ、天皇位を、まあ、私物化しているわ,わけですから、まああの、公の立場から考えると、まあ、とんでもない、えー、人物であると,ということは言えますが、しかし、まあ、その 天皇位でも何でもですねそのか、まあ、変えられないというかね家族の幸せという愛する人の幸せのためやったら、まあねうん、何でも進みたいなところがあ,あったわけで、うんまあ、その面はもののあわれ、えー、を誘う面があるわけですね。 まあ公の立場から考えたらとんでもないしその天皇位の私物化冒涜と言えますしまあ中野王への人生というのは血でまみれて、うん、テロリスト的な心情が非常に強かったわけですね権力欲とか強かっただからあまり肯定できないんですがしかしその橋人に対する思い 武の巫女に対する思い、そういうところはやっぱりも、えー、ののあれを誘うところはやはりあるなぁということは言えますよね、えー。それでもう一つの問題としてこの、えー、また光徳天皇があの即位した頃ですね、えー 秋津三上と天の下白しめす大和のすめらみことっていうの,をあの宣言したんですね。これはあの高麗、えー、白木、えー、高麗じゃなくて駒と呼んだと思いますけどね、駒、白木、九百済の幸訓のことですよ。高麗ってあの後でありますけど、幸訓のこと。 後龍とんで、ね、こうライト書いてこうで「白羅」「だら、この三者の使いに対して「秋篠神」と「天の下」るしめす「大和のすめらみこと」言ってるんですねでこれどういう意味かというと「えー、秋篠神」っていうのは「荒人神」のことですねでだから荒人神である荒人神であって「えー、天の下」を支配している「大和の 天皇というかだからこれはあの日本で書いているけどあの国名ではないんですね。天下を支配している大和にいるだからその大和っていうのはやっぱり地域名と考えられますね。えー、それで,ですから国名をこう書いてるんじゃなくてあくまでも天皇に対する天皇の称号としてここにまあ,あ大和っていうのが入ってるわけ まあ、この「マトを国名ととってもいいけどもそれを日本と書いて「ヤマトと呼んでるんですだからに、えー、国名を日本だと言ってるわけじゃなくて「ヤマトと言ってるわけですね。えー、そういうところでただ外国人があの相手の場合「ヤマトだと言ってもつなかなか通じないでこれはあの日本が国名だとあの外国人は取るでしょうから。あ そのえー、日本国名がここでまあ現れているというふうに、えー、解釈する人もおるかも分かりませんけどであの日本国名は実はその大法律令以降にですね養老律令などに初めて出てくるんでここで出てるやつはあ日本書紀の作者があ遡らして書いてるんだっていうね。 <laughs> そういう解釈をする人もいるわけなんですけど、えー、国名と思われへんかったら別に「あのえー、日本書紀」は全部和を「マトと書きあの和を「日本と」と書き直させてあのずっと魚かのって全部「日本」になってあ書かれてるんで「えー、大和」なんですよね。えー、日本」で書いてるだけで「大和」と読むわけです。 だから別に日本の国語と国名で書いてるわけじゃない天皇の称号の地名の部分に「大和」を書いてるんだけど「日本」という字で書いてるだけのことなんですよ。だから、えー、翌年のやつはもう「日本書紀」全部その「えー、和」を「日本」と書き直したんですけど「日本」「和」っていうのがあって。これで これも和ヤ大和」と読むんですから「大和」ね「大和」と「大和」「秋津三上と天のしらしめす大和の大和猫」「鈴めらめっとこうなるわけですねあそういうのはちょっとおかしいからやっぱりこれはケアレスミスで、えー、和を「日本」と書き直すのがこれはちょっと和を消すというのを忘れてた。 という,ふうに解釈されてますよねそれであの日本国語の成立ってい大法律令以降やという人がいますけどもえ別に大法律令とか大法律令は残ってなくて養老律令なんかのん写しみたいなのがあって、まあ、そこからはですねやはり天皇の称号として書いているだけなんですよ。国語として 日本国語にするということは書いてないわけですね。で、中国の書物なんかに国語を和から大和に改めたっていう記述があるわけですけど、それはだからここで書いてるような、えー、その和っていうのは別称みたいやからあー、大和の国語にするということですね。 であのそれを「わ」って書いて「って書いて「大和と」と呼んでたから「わ」和って書いたら別称やから「日の本」に、えー、しようということで、えー、日本があ天皇の称号にあの入って、えー、やっぱり「大和と <laughs>」と呼んでたわけですからあ日本という国語を国語として えー、律令で制定するっていうようなことはまあ、なかったわけですね。なんかあの誤解してて、あの律令でえー、国語を制定するもんや思ったりし,してる人がいてね。あの、日本の国語。まあ中国の人が気にするから。まあその国語なんですね。っても言われてね、えー、そのわーって言ってたのを。まあ,あの？ ヤマトですと言いたいんですけど漢字で書いて日本で日本と書くことになってるんで,で日本と書いて和出したら「ああが日本になったな <laughs>」というふうに思われたみたいで、えー、だから決してその日本国,国語がなんか法律で決まったりで発生期になってから決まったりってそういうことではないんですよ。 だから日本という国語という,国語というのは日本では通称なんでな呼び習わされるものなんですよ。だからもともとあったわけですね、日のっというのもあったし、えーまあ、日本と言ってもいいですけど太陽神の国やから日の元の国なんですよね。だから日本それはは太陽神の国はアマテラスが 河内湖のほとりの草加に来てね、えー、建てたと、うん、それが日の本の国の起こりであるということですねで逃げ合いは三輪山のもとに行きまして、えー、そこでと、えー、宮を建てて統治してそれは太陽神ですから日の本の国なんですよ、うん、しかしその神武統制してきて、えー、大和政権ができますと大和政権は 神武はあ二義の事の僧尊で二義の御事はアマテラスの孫ということになってるけどもそれは受け入れによって子供ができたわけですねその受け入れをしたのが、まあ、アマテラスだということになってるけども本当はアマテラスは河内湖にやってきたんで、えー、関西に参ったら日の本の国を建てたわけですから。あ 九州とか筑紫とか、高海原とか、そういうところにいたわけじゃないわけで。えー、それは、だが受け入れはしていないんです。月読みがしたわけなんです。だから、あの、えー、あの、大和政権っていうのは、実、月読みの子孫、なんで。 えー、大和政権ができてから7世紀の終わり6世紀の終わりまでは太陽神が中心の祖先太陽神を祖先神にしたり主神にしたりしていたわけではないだから日本ではなかったんですねただ聖徳太子の時代になって物鍋氏っていうにぎやか人の荒人神が物部氏の族長やったんですけどそれがまあ死んでしまったんで。 えー、農業にはやっぱ対応しが必要やっていうことで、まあ、宗教改革を思い切ってやるために、えー、もともと出身もそれから大王大奥家の祖先神もアマテラスだったことに、えー、変えたわけですね。話は全部変え、で変えたっていうことは言えない。 で神々をこう入れ替えたたりしというこからそんなことは冒頭特診神に対する特進冒涜ですからそれはあ,あったとは言えないんで、えー、そのもともとそうやったことにしたで書いたことは封印したわけですね。そういう意味で、えー、日本という国語は7世紀からまた再開されたわけですね。 げやい王国が広元本の国にあったけどまだ広元本の国に再開したということで、まあ、そういう複雑な事情がありましてなかなかまともにこう使えなかったということがありますよね。まあ、そういうことででまあいよいよそのおしまいでおしまい,でいこの改心の御こなに対してい疑問があ,ある人が多いんですよね。えー要するに 実現してないといとうか中身が高知公民性とか判定周知の方とか実行できなかったわけです。だから会心の見事のりがあったことも怪しいという意見が出てくるんですね。で特にその会進の見事のりに出てくる言葉で、えー、国士国の宮津湖じゃないあの国の宮津湖はあるんですけど。 国の目安を換えて各国ごとにこの国史を置くっていうのがあるんですよね。その国史っていう言葉はあ国がない国がまだ完成してないんだから国史もな,いなかったやろということで、ね、それから公理ですね軍と書いてこの公理と読むんですけど公理もそのなかったやろというのはそのえー この大化の改新から50年間はですねあのいろいろこう発掘してもね木管にあの氷が出てこないんですよね「軍」という字がねで「氷が出てくるそで「ひというのはゴンベンに平らですねで「ごんべんにい、ね」平ね、いんべんに平らと書いて「ひょう」やけどこれも氷というようになるんです あのそういうことでね、<laughs> 何を言ってるか、通じひから。だから、ひょ氷やった、氷は、氷と書いて氷やったんですよ。だから、ひょ、えー、氷と書いてないでしょ、大火の改新に、軍って書いて氷と言いますよから。だから、大火の改新の御事のりはあ、その、嘘を書いてるという、えー、その、 その当時なかった字を書いてるから、まあ、後世、えー、つまり奈良時代になって「うん、日本書紀」を書く時に「海、えー、心の御琴」も作ったんちゃういかとその時に初めて作ったんちゃういかというふうに言う,う人がいるわけですね。まあ、それはでも「氷」今日って書いて「氷」と呼んでたわけだけどもそれは実力が整ってからは あの軍と書いて公理と呼ばすようになったわけですよね。これで奈良時代はもう軍と書いて公理と呼ぶわけですから。で改心の御事のりもその氷と書いてたら公理とおよおよ万将ほとんどですからああの氷軍と書いた方が分かりやすいから軍に直したというだけの話だと思うんですよね。えー、それでまあ国軍理っていうのは一応その作ることになってたけどもできなくちゃんと。 えー、整える全国的に整えるまではいかなかったわけですよ、ね、だからまあ理,理念としてこう打ち出してる安全修理の方も作れって書いてるけど作れてないわけですからそれはだから作れてないっていうことはなかったっていうあのみことのりもなかったって言いたい人がいるしかしこのみことのりの段階で宣言みたいな形でこういう国を作りますっていうのは いう必要があったんじゃなないかなと思いそれはなぜかというとやはり一子の変で蘇我氏を倒して、まあ、殺したわけですからそれを正当化しなければいけないわけですよねそれは蘇我氏がその天皇家に代わって専、えー、制政治を行っていたそれはあのいけないんだとだから天下の、まあ、君は1人だけ祭とは1つで えー、だからあみんなは天皇の民であり土地も天皇の土であるということをですね、まあ、あの理念として打ち出しておく必要があったということですね。でそれはあのもともとそうやと言いたいわけです要するにあのアマテラスがあ古事記に院式ではね古事記ではそうなっているアマテラスがあ この天下りあの二人見事に天下りさしてあの、えー、地上を支配させるということでだから二人見事は地上支配権全部持ってるということで一元化しないといけない。もともとだからあその、えー、天皇があ土地と人民を支配する権利があるんだと。でそういう制度 するのが正しいといととうことで、ね、えー、各豪族が土地や人民を支配しているけれども、まあ、それは間違ったものなんだとだからその間違ったやり方が結局曽我氏の先生を生み出したから、うん、それを倒したから元に戻さなあかんというで元にそのえー、あったわけじゃない,ないんですけどもあの高知公民制度があったわけじゃないんで、まあ一応最初は 全部天皇の土地天皇の旅やったというその原理原則みたいなのを打ち立ててそこに戻るという復古思想ですね、えー、の立場からあ心のだからあの江戸末期からまあ明治維新とか言ってね、えー、その時に、えー、復古思想でやったんでしょ。 王ほんでその王政復古って、ね、どこに戻ることかって言ったら大化の改新に戻るっていうふうで習いましたね。えー、天,皇の高知公民天皇の土地公民天皇の土地天皇の人民っていうそのことに戻って天皇中心の国家を作ろうということですよね。で大化の改新が理想みたいにこう考えたわけですけど、えー、大化の改新自体も ああ復興思想に基づいて出されたわけでで改心の御事のにも,もう本来の日本軍事の在り方はこうだという元ですね、えー、だから復興思想なんですだいたい儒教というそういうもんですよね、えー、元が理想的な国家やったということにしてそこに戻るのが正しいみたいな。 だから儒教の影響はもちろん大きいにあるわけです。まあ、そういうことでね、まあ、中身も検討するのできませんけど時間なくなった。ということで「えーえー、その日本書紀」を通して、えーえー、古代史を復元するという試みをやっています。でここまでということでね。あれ おっと、あれちょっとわかる。こう、あれこれ抜けたね。えー、レコーディング停止。